満月の夜に、みんなで音楽聴けて楽しいです最高です。続けていきます。
ありがとう。この後、ゲストが登場します。Thank you.
ありがとう。次の曲はアルアトラルって曲で、廃墟って意味なんですけど、今年も3月11日に東京で11っていうところでこの曲やって、311で、まあ、廃墟ができて、で僕らの中では、まあ、311っていうのは決して楽しい話じゃないんですけど、まあ、この曲はもともとアルアトラルってエジプト の, その廃墟って意味も含めて、そういう心の廃墟だったりいろんな廃墟があると思うんですけど、ここの縄文 の, その聖地っていうのもある意味廃墟なんですけど、まあ、そういうネガティブな意味だけじゃなくて、自分らの中でなくなってしまったものを求めるっていうのはまだまだ僕らは続くのかなと思って、縄文の人たちに、僕らもそういうシアスピリットを受け継いでると思うんですけど、捧げる気持ちでやります。Thank you.
がとう。ダンスは楽しみでした。ありがとう。じゃあ、バネスっていう曲を。
紹介をします。こちらから、順蔵立てがパーカッション、ギター、ミネ、ギター同じく、先ほどクロマニオンで弾いてたつよし君、クロマニオンからしげ、バイオリン及川京子、スタール吉田大吉、で、新年パートナー、そして、フロムセネガルで18年だから別にフロムでもないかもしれないラティール。最後、これはこれもまた311ネタであれですけど、阿波踊り、僕ら の, あの誇るべき音楽と、何かできないかと311直後にミネちゃんと一緒にギターフレーズなどを考えたことです。これは東北に捧げます。Thank you.
さん、明日も明後日も夢のような時間だと思うんで、しっかり楽しんでください。ありがとう。トモキよろしく。